ホルクムにあるハメル像。冷水市にあるヘンドリック・ハメル博物館。ヘンドリック・ハメルはオランダのホルクム出身の船乗りで難破して13年間も李氏朝鮮で遊兵されたが日本に脱出して帰国を果たし朝鮮優秀期を表して朝鮮をヨーロッパに紹介した。ハメルはオランダ東インド会社の会計係だった。1653年7月、交易船 デスペルウェール号に乗船して、日本へ向かう途上、朝鮮半島南部沿岸のケルパールツ島で破船した。乗組員64人のうち、ハメルを含む36人が生き残った。船員たちは、紛れもなく、容易周到な略奪者というよりはむしろ犠牲者であったが、35名のヨーロッパ人の突然の出現は、朝鮮人の間に大きな騒ぎを引き起こした。 強着者として、ハメルらは遭難の後の最初の数ヶ月は、丁寧に取り扱われた。しかしながら、物珍しさがなくなるとすぐに、彼らは再び、朝鮮が岸辺より遠ざけたい、異国人となった。日本からのスパイに違いないという憶測が、このオランダ人たちの運命におそらく加わったハメルは、チェジュで、ヤンヤンセベルテフレートであった。 ウェルテフレイもまたハメルに先立つ1627年に日本へ向かう途上、給水のために朝鮮に上陸したところを捕らえられたオランダ人であった。彼の時は朝鮮も日本への送還を試みたが、キリスト教徒であることを理由に断られていた。同時に捕らえられた二人のオランダ人は、日のえねの乱で命を落とし、ウェルテフレイは僕と名乗って朝鮮王に使え、 ただ一人とうちで妻をめとり暮らしていたが、王の命を受けて、ハメルラの通訳と尋問に当たった。ベルテ・フレーは、訓練都間で、中国人や日本人からなる部隊の隊長を務めて、いたが、25年を超える朝鮮生活のうちに、オランダ語をほとんど忘れており、改めて漂着者たちから学び直した。彼らが逮捕されて、まだ冷めやらぬ間に、ハメルラは、 王のための一種の新規な貢ぎ物として、寛容の王宮へ連れて行かれた。ウェルテフレーと信頼できる協力者によって、ハメルらは切迫した要請を王に伝えることができた。すなわち、彼らは王に対して、故国へ帰り、妻や子供たちと再会することができるように求めた。しかし、ハメルの日誌は、それを拒絶する王のサタによる落胆を伝えている。ハメルらは、 訓練と間に兵士として配属され、朝鮮国王から給与を受ける身となった。朝鮮人が彼らの行動を制限し続けるつもりであることは、オランダ人にとって明白だった。現地の監修に従えば、彼らは奴隷も同然だった。耐えかねた一行のうちの二人が、真の施設に日本への送還を直訴したことは、一向の待遇を悪化させた。朝鮮は、 真摯に賄賂を送って、この一件をことなきものとしたが、次第に彼らを持て余すようになり、病気の末に全打道へ送ることとした。生活の状態は、中央から派遣される役人の移行によって変転した。時に給与が滞った時には物乞いをして、命をつなぐこともあった。1659年には、熱病の流行で一行より、多くの死者を出し、 1660年から1663年の基金で全羅兵衛が彼らを養いきれなくなった後には全羅左水泳、順天、南原に分散されてしまった。厄介者であった彼らに対して朝鮮は次第に注意を払わなくなり彼らは時に面下の交易のため周辺を後悔することもあった。そしてそれが後の脱出につながることになった。 朝鮮優秀期17人の旅収の中で最も高い教育を受けていたハメルは後に長崎の出島に滞在する間に朝鮮の風習や滞在中の生活について書き残している。彼らはデスペルウェール号の残骸から浜辺に這い上がった後の朝鮮人との最初の遭遇をこう書いた。午後になると大勢の人々が 命名一本の縄切れを手に持ってやってきましたので、私たちは彼らが私たちを縛って殺すためにやってきたのではないかと考えて非常に恐ろしくなりました。ヘンドリック・ハメル、朝鮮優秀期、幾田茂役・ハメルは彼らが明白な参加として被った後の屈辱のいくらかについても記している。自由を求めて拒絶された彼らは、その地の習慣を厳守しなければならず。 各して朝鮮での優秀のみとなった。統治ではタルタル人の支配下にあるとはいえ、国王の権威は絶対です。国王は国全体を自分の思う通りに統治し、王国古文官の意見に従うというようなことはありません。彼らの間には領主つまり都市や島を領有している人々はいません。大官たちは彼らの収入を彼らのコーチと 奴隷から手に入れます。私たちは、0三千人の奴隷を所有する体感を見たことがあります。ヘンドリック・ハメル、朝鮮優秀期、幾多修玄役すなわち、夫を殺した妻は、多くの人々の通る道端に肩まで土に埋められ、その傍らに、木のノコギリが置かれます。そして、そこを通る人々は、貴族以外は、 彼女の首をそのノコギリで引いて死に至らしめなければなりません。夫が妻を殺した場合、それについて叱るべき理由のあることが証明できる場合は、その理由が貫通であってもなくても、その罪によって訴えられることはありません。過失致死犯は次のようにして罰せられます。彼らは酸っぱい、濁った、鼻を刺すような匂いのする水で死者の全身を洗いますが、 彼らはその水を情報を使って、罪人の喉から流し込めるだけ流し込み、それから胃のところを棒で叩いて破裂させます。当地では盗みに対しては厳重な刑罰が課せられていますが、盗人は非常にたくさん言います。その刑罰は足の裏を叩いて、次第に死に至らしめるのです。ヘンドリック・ハメル、朝鮮優秀期、幾多茂ル役 p 四41一般の人々は、 彼らの偶像の前で、ある種の迷信を行います。しかし彼らは、偶像よりも、自分の目上の人に対してより多くの敬意を払います。大官や貴族は偶像に大使敬意を表するということを全く知りません。なぜならば、彼ら自身がそれよりも偉いと考えているからです。ヘンドリック・ハメル、朝鮮優秀期、幾多主義略 p 十三大観たちの家は、非常に立派ですが、 一般の人々の家は粗末なものです。これは自分の考えに基づいて家を建築することは誰にも許されていませんし、彼らの許可なしに屋根を瓦で吹くことも許されていないからです。ヘンドリック・ハメル、朝鮮優秀期、イ田茂シゲル役 P46 この国民は妻を女奴隷と同じようにみなし、些細な罪で妻を追い出すことがあります。 夫は子供を引き取ろうとはしませんので、子供は妻が連れて行かねばなりません。したがってこの国は人口が多いのです。ヘンドリック・ハメル、朝鮮優秀期、生田茂シュゲル役 P48 彼らは盗みをしたり、嘘をついたり、騙したりする強い傾向があります。彼らをあまり信用してはなりません。他人に損害を与えることは彼らにとって手柄と考えられ、 死辱とは考えられていません。ヘンドリック・ハメル、朝鮮優秀期、生田茂缈役 P52 彼らは病人、特に伝染病患者を非常に嫌います。病人は直ちに自分の家から町あるいは村の外に出され、そのために作られた藁葺きの小屋に連れて行かれます。そこには彼らを看病する者の外は誰も訪れませんし、誰も彼らと話をしません。 その傍らを通る者は必ず病人に向かって、唾を吐きます。病人を看病してくれる親戚を持たない人々は、病人を看病に行かないで、そのまま見捨ててしまいます。ヘンドリック・ハメル、朝鮮優秀期、幾多茂役略 P53 成長に従属していること、極度の男尊女卑朝鮮人の異色獣の貧しさ、刑罰の残虐性、国王の権威が絶大であり、 封建社会における領主が存在しない、軍権制であることが挙げられている。彼らは、嘘をつく傾向が強い、という当時の朝鮮人に対する悪印象を記述する、下りは、韓国内でも、自虐的に引用されることがある。1666年、彼らが囚われてから13年後、ハメルを含む8名が脱出に成功した。彼らはどうにか、小舟を奪い、オランダとは、 友好関係にあった江戸時代の日本、現在の長崎県の五島列島にたどり着いた。五島列島の領主であった福江藩主後藤森マッサルは彼らを保護し、オランダ商館のある長崎の出島へ送った。江戸幕府の長崎奉行はハメルラをオランダ商館に預け、朝鮮の事情や滞在中の生活について尋問した後に帰国を許可した。オランダ商館長、 ウィリム・ボルガーの依頼を受け、未だ、朝鮮に滞在しているデスペルウェール号の生存者についても、幕府の大朝鮮外交の窓口となっていた、津島藩主の総使を通じて、日朝間で総刊の交渉が行われ、朝鮮への残留を希望した1名を除く7名が、津島を経由して、日本へ送られ、長崎のオランダ商館に引き渡された。ハメルは、 故郷のホルクムに帰って1692年に死去した。オランダ領東インド総督及び17人委員会にあてた彼の報告書は1667年以降、いくつかの出版社が出版した。彼らのありそうもないが本当にあった冒険について書かれたその報告書はヨーロッパに初めての朝鮮に関する詳細かつ正確な描写を与えた。日本では 生田茂によって役出された朝鮮優秀記として知られている。17世紀のオランダにおいてハメルは冒険誕を持つ多くの元東、インド会社の折組員の一人に過ぎなかった。彼はナンダースモの東インド会社の交易船が戦い、災難を生き延び、発見をなし冒険を楽しんだ時代に7つの海を旅していた。彼の報告書によって述べられた出来事が 単に物珍しいものとしてのみ注目されたのは意外なことではない。東インド会社は改めて朝鮮との交易を検討したが、清と朝鮮の特別な関係、あるいは朝鮮と日本の外交関係によって見送られることとなった。最近になって、ハメルの故郷は調査者として彼の役割を認めた。その素晴らしい旅人に敬意を表す動きとして、 ホルクムの古い要塞帳では、ハメルの彫像を誇らしげに飾っている。ハメルがオランダにおいて、一般の人々に認知されるようになったのは、20世紀初頭に、オランダ国内のある通りが彼の名にちなんで名付けられたことによる。その通りは、今も、存在している。ありがとうございます。